どうも、まさやんがねてることチャンネルにようこそということで、今回はですね、ボスの IR2 について思うことということでお話ししていきたいと思います。まあ、発表はされたんですけども、発売が12月の中旬ぐらいだったと思いますので、当然手元にはないんですけども、まあ、海外のね、YouTuber というか、まあ、商品紹介する系の人たちが、もうすでに動画いくつか出してますので、音は聞いておりますので、それを加味した上で、いろいろ僕の思うことをお話ししていきたいと思います。でね、まず、第一印象として、やっぱりちょっとテンション上がりますよね。あの筐体で、そのアンプシミュレーター、キャビネットシミュレーターが出るっていうのはなかなかすごいなっていう感じですよね。やっぱあの筐体って強いですよね、なんかね。はい。で、まあ、これその商品説明ページ、ボスの商品説明ページにも書いてるんですけど、いろんなシチュエーションで本当に使えるなっていう感じです。ライブでそのまま宅にね、送ったりとか、家練習。これ家練習の時すごい便利だと思いますよ。ドリーム65とかはね、ヘッドホン端子ついてなくてみんな苦労してますけども、IR2 はですね、しっかり、イヤホン端子、ヘッドホン端子ついてますんで、イヤホン環境、ヘッドホン環境で練習できると。で、レコーディングとかも、USB Type-C がついてますんで、そのままオーディオインターフェースって言っていいのかな、まあ、そのまま、PC に録音できる感じであったりとか、おそらくスマホとかにね、録音できたりするので、聞いてみた動画。カメラ起動して、で、音声をその、IR2 の音声にすると、僕いつもそういうね撮り方で、IR2 ではないですけどオーディオインターフェースでやってるんですけど、そういう風にその映像の音をそのねインターフェースっていうか、IR2 の音にして撮ったりすると、弾いてみた動画とか測るどるんじゃないでしょうか。はい。で、まあ、アンプの種類ですね。アンプの種類はなんかいつものボスのマルチエフェクターに入っているやつですね。だからその辺はなんか、マルチエフェクターのやつをごっそりこう、抜き出してきたのかなっていう感じで、だからちょっとそこでコストダウンというか、そこで新しくなんかね、アンプシミュレーターの部分を開発するというよりは、そこでコストダウンして、使っているような感じかなっていう感じですね。で、そのマルチエフェクターの方はですね、最近のやつはだいたいエアードっていうね、真空管アンプの特性をシミュレートしたやつが、ついてますけど、ついてますというか、そういうシステムというか、そういう技術でやってますけども、これね、一言もエアードって書いてないんですよね。その辺どうなのかなっていう感じではありますけども、まあね、音はね、まあ良かったので、まあそんなエアードとか気にしなくてもいいのかなっていう感じですね。はい。で、僕的にはね、あんまり、次喋ることね、僕的にはあんまりそんなに重要じゃないんですけど、機材のことを話すね、オープンチャット僕やってるんですけども、最後にちょっとね、詳しくお話しますけど、そこでですね、IR 読み込みができて、この値段26,000ぐらいだと、なかなかお得じゃないかっていう話もありまして、あ、そうなんだっていう感じなんですよね。だから IR、お手持ちの IR、僕お手持ちの IR 一個もないんですけど、お手持ちの IR が入れれるので、そこで結構拡張性が高くなるという意見もありました。でね、ここからすごい多機能な感じなんですけども、アンビエンスってあるじゃないですか。アンビエンスってあるんで、そのイリジウム的な、まあ、ルームじゃ、って言ったらなんかルームじゃないって言われたんですけど、まあそのね、響き的なものを加えるパラメータだけかなと思ったんですけども、ちゃんと設定したらホールとルームとプレートかなに変えれるんですよね。だからホールとかにしたら、まあプレートとかでもいいですけども、普通のリバーブとして使えるので、これもかなり便利ですよね。で、できないのかなと思いきや、アンプのオンオフ、キャビのオンオフ、つまりアンプシミュレーターの部分だけ使ってで、キャビを使わない。アンプを使わないようにしてキャビだけ使う。だからキャビネットの、シミュレーターとしてだけ使う。他のね、なんかパワーアンプ的な、プリアンプ的なものを使って、IR だけ、IR というか、キャビネットシミュレーターだけ使うみたいなね、使い方もできます。それもね、なんか説明書見たらね、ボタンというか、が一切ないじゃないですか。あれでなんかそう、つまみをこう、どうこうして、電源をそのまま入れてみたいなね、なかなか複雑な手順でしたけども、なかなか、考えられてるなっていう感じですよね。次はですね、ボスのマルチでおなじみのアウトプットセレクトを変えれたりするわけですよ。で、これね、結構ね、その JAC 対策として、いいんじゃないかなというような感じがします。僕もね、ME90 持ってますけども、ちゃんとあれをアウトプットセレクトにして、JC のインプットとかね、リターンとかに設定してあげると、それなりに JC がね、ちょっと若干違うアンプ感が、出るので、結構その辺使えるかなっていう感じですよね。だからそのコンパクトでちゃんとアウトプットセレクトを、そのね、JC に合わせた形にすると、JC がね、その他のアンプ、ツインリバーブになったりとか、
ボックスになったりとかマッシュになったりとか的な感じになったりするかなっていう感じですね。で、先導リターンもありますね。これもすごいですね。あの筐体で先導リターンをつけるっていうのはなかなか素晴らしいというか、本当にもう全部詰め込んじゃいましたって感じですよね。で、2種類のアンプをフットスイッチで切り替えると。なんかね、調整しておいて、で押したらオフじゃなくて、なんかあの LED の色が変わるんですね。で、どうやってセーブするのかなと思ってたんですけど、ここガーってね、あの、セッティングするじゃないですか。で、確か、間違ってたごめんなさい。あの、ガーってセッティングして、その、次のチャンネルにピッと押すと、その前のセッティングしたやつがセーブされるらしいんですよ。確かね。間違えてた、本当にごめんなさいね。で、またそれでセッティングして戻ったら、ま、さっきのセーブしたやつに戻るっていう感じで、2チャンネルで、ま、実質2個のアンプですよね。っていう感じで、使えると。これかなり便利だなというような感じがしますね。お値段の方なんですが、確か2万6000ぐらい。2万円中盤ぐらいですよね。だから IR200 が4万ぐらいでしたっけ？で、あれがまあ、それぐらいするんで、それよりはまあ絶対安くなってくるだろうなというふうに思ってたんですけども、まあ、絶妙な価格ではあるんですよね。で、絶妙な価格という根拠はですね、これといった特徴がないんですよ。特徴がないんですね、IR2 って。なんかこう特筆したこれだけはもう他のなんかアンプシミュレーターとかキャビネットシミュレーターには負けないみたいな、すごい、例えばね、ドリーム65だったらもうデラリバにもう全部こう入れ込んでるわけじゃないですか。もう本当にね、デラリバの音がするっていうぐらいそのデラリバに特化してますけども、今回の IR2 はそのなんかにすごい特化してるわけではないんですよね。お手軽にライン環境は作れる。で、まあいろんなアンプは選べますけど、そのアンプ自体はめちゃめちゃ本物そっくりとかっていうわけではなく、まあボスらしいね、まあ確かにちょっとそういう感じあるよね、みたいな感じのアンプシミュレーターなんで、まあそれはそれで楽しめるとは思うんですけども、めちゃめちゃ似てるアンプがいっぱいあるみたいな感じではないので、その辺ですよね。うん。だから、その辺で2万中盤ぐらい。っていうのでちょっとなかなか絶妙な値付けだなっていうような感じがいたしました。これがね、もしも2万円切る、例えば1万9800円とかだと、とりあえず買っとこうかなみたいな感じになる人が多くて、すごいバカ売りしそうな感じがするんですけど、この値段設定だと売れるんでしょうかね。だから本当にね、すごい便利ではあるんですよ。便利ではあるけど、そのなんかバンと一個突き抜けるものがない。六角形のね、こう、なんかその、レーダーチャートみたいなので言うと、綺麗なこのなんか、六角形ができてる感じ。なんか一個だけこう突き抜けてる感じがないので、そういうところで2万中盤あたり、2万6千あたりかってなると、ちょっとなかなか、っていう感じですね。だから、今僕は結構その、シミュレーター環境、アンプシミュレーターであったりとか、そのマルチエフェクターのアンプシミュレーター、キャビネットシミュレーターとかっていうのをそこそこ持ってるので、今更その IR2 を買ってどうこうしようという気もないわけですよ。だから僕はちょっと見送るかなっていう感じですね。で、どういう方におすすめかというと、その今までそういうね、アンプシミュレーターとかキャビネットシミュレーターの類の機材を持っていない方、で、こう気軽にそういうね、ライン環境を作りたい方っていうのにすごく、適した商品じゃないかなという感じですね。なんかね、僕の思いついてないあの使い方とかもあるかもしれないので、よかったらコメント欄に書いていただければというふうに思います。ということで、今回は以上で終わりたいと思います。さっきも言いましたけども、機材のお話しするね、オープンチャット、LINE のオープンチャットやっておりますので、下の概要欄から入ってみてください。なんかね、別に挨拶とか全然いらないので、なんか話せそうな話題が来たら話してもらって OK です。はい、では、以上で終わりたいと思います。バイバイ。